こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。メルカリは不用品販売だけではなく、セドリなどで仕入れたものを販売している人もとても多いんですけれども、売るために仕入れたものが売れないと悩む声が多いんですよね。今日は在庫に悩んでいる方のヒントになればいいなと思ってこの動画を撮ることにしました。動画の前半では売れない理由について、で動画の半ばでは物販の基礎について、で動画の後半では在庫を売り切る方法についてお話ししていきたいなと思います。この動画で一番大切なポイントは、半ばでお話しする物販の基礎を理解するところにありますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ではまず売れない理由からお話ししていきます。もちろんそれぞれの商品ごとに売れない理由っていうのはあって、一概に言えるものではないんですけれども、ほとんどの売れないケースは次の3つのどれかに当てはまることが多いです。1つ目、値段が高すぎる。2つ目、商品ページがそもそも見られていない。3つ目、写真が悪い。まずはどうして売れていないのかを考えて修正するところから始めましょう。まず値段が高すぎる場合ですね。メルカリではたくさんの出品者が商品を販売しているため、相場より値段が高いものはいくら売れ筋の商品でも購入されません。値段はメルカリですでに販売された商品の値段の相場を参考に決めるのがまず鉄則です。この相場の確認の仕方は、まずその商品をメルカリで検索して売り切れで絞り込み、売れている値段のだいたい中間を取っていきます。この時売れた商品すべての平均で考えるわけではありません。安すぎて販売されたものは、その出品者が相場価値を知らないまま安く値段を設定をして販売して売れたものになりますので、基本的にはざーっと見てよく売られている金額の平均ぐらいで考えるといいと思います。そして商品ページがそもそも見られていない場合には、メルカリをアプリから見ると目のマークの横にある数字でその商品の閲覧数を知ることができます。でこの閲覧数が伸びていないと商品が見られていないということになりますので、ページを開いてくれる人がいなければ当然ながら購入されることもありません。商品ページが見られていない一番の原因は、タイトルや商品説明にキーワードが十分に入っていないという理由があります。商品が何かということだけではなく、服なら種類とか色、サイズなど、こう検索されそうなワードは全てタイトルに入れていきましょう。新品未使用、在庫わずかなど、こう購入者の注意を引くキーワードを入れるっていうのもいいですね。売れるキーワードについてはこちらの動画でキーワード集のプレゼントもしておりますので、ぜひご覧くださいね。そして写真が悪い場合で、特にアパレルの場合はもう写真で売れるか売れないかがこう決まるほどにとても重要です。アパレルでない場合も、背景に不要なものが写ってこうごちゃごちゃした写真になっていないか、はっきりと鮮明に見える写真かどうかなど、こうパッと見た時に印象が悪い写真になってないかっていうのを改めて確認してみてくださいね。売れないと思われる理由を見つけて改善し、それでも販売できない場合は需要が少ないという可能性も考えられます。セドリなどで商品を仕入れたとしても、供給が需要を上回ってしまうと、当然ながら売れない商品っていうのは出てきて、その分相場も崩れていきます。ここで物販の基礎で一つ大切なことをお話しします。物を仕入れて販売するという物販の中で、初心者の方が陥りやすい間違った考え方の一つに、赤字は許されないというものがあります。当然ながら仕入れるためにお金を使っているのですから、販売して赤字では仕事をしている意味がありませんよね。ですが物販は全体の利益を見ることが重要です。例えばあなたが ABC3 つの商品を仕入れて売ったとして、A で3000円の利益で、 B で500円の利益で、 C が1000円の赤字になってしまったとしたらどうでしょうか。初心者の方は A と B は利益が出たから良かったけど、 C は大赤字だった、マイナスになってしまったというふうに、この C に着目します。ですが物販ビジネスをする場合、この C の1000円のマイナスには着目しません。
この3つで2500円の利益が出たと考えます。初心者の方はこの C で赤字を出さないために利益がマイナスにならないラインまで値下げをしますが、売れないという結果で立ち止まってしまうんですね。どうすれば自分がマイナスにならない値段で売れるのかと、そこに固執してしまうので、いつまでも売れないまま在庫として残ってしまうということになります。商品が在庫になってしまっていると、いつまで経ってもあなたのお金は増えず、売れない在庫が手元に残るだけとなってしまうんですね。100個仕入れて100個全てがプラスの利益になるというのは物販のプロでもなかなかありません。全体でプラスになっているかどうかで判断すべきというところをまずは頭に入れておきましょう。限界まで値下げをしても売れないものは、赤字になっても手元からなくして少しでもお金に換えるという思考に切り替えていくことが大切です。ちなみにこれを損切りと呼びます。さて、ここまで理解できたら、あとは売れていない商品をとにかく売り切るのみです。売り切る方法としては、まず値段を下げる、2つ目他の商品と合わせて販売する、で3つ目アピールをする、この3つを駆使していきます。まず損切りをして値段を徐々に下げていきましょう。1日100円ずつ値下げをしていくと都度タイムラインに上がるので見られる回数も増えますが、相場が大きく下がってしまっている場合は、もうこの相場まで値段をまず持っていくということが大切です。値段だけの問題ではなく、商品そのものの需要が少ないという場合は他の商品と合わせて販売するのもいいですね。例えば子供服ならサイズでまとめて福袋のようにして売ってしまってもいいですし、売れない食器を単品でいくつも出品するくらいなら、もう食器セットみたいにまとめてしまった方が売れることもあります。他の商品ページでこれとまとめ買いをしていただければさらにお安くしますなどと、こうまとめ買いをアピールしていくというのもいいですね。そして赤字になってまで販売しているのですから、そこはもう大きくアピールしていきましょう。〇〇でいくらで購入した商品ですが、もう破格でお譲りしますという文章で、こう購入者にお得感を感じさせることができます。タイトルにも大幅値下げ、最安値、大特価などをこう安くなっていることをアピールするキーワードを入れていきましょう。いかがでしたか？今日は売れていない在庫を売り切る方法と物販の基礎となる考え方についてお伝えしました。趣味で不用品販売をするのとは違い、仕入れをして販売をする場合は利益も大きく変わってくる分、ビジネスとしての考え方を取り入れる必要があります。物販初心者の方の参考になれば嬉しいです。私の LINE アットでは物販をはじめとする在宅ワークに関する有益な情報をお届けしています。物販の部の字も知らなかった私でも、こう一つ一つ学んでいくことで1年後には物販で生計を立てられるようになりました。物販にご興味をお持ちの皆さんに無料で私が個別でアドバイスさせていただいておりますので、ぜひこちらからお気軽に友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。